昨年12月に現役ドラフトが初めて開催されました。これによって移籍した選手のうち、DeNA から中日へ移籍した細川誠也や、ソフトバンクから阪神へ移籍した大竹耕太郎が頭角を現し、くすぶっていた選手に活躍の機会が与えられ、大成功だった現役ドラフト。他にも楽天から巨人のオコエ・ルイや、巨人から広島の戸根千明が出場機会を増やしました。このように環境が変わって結果を残した選手もいれば、残せなかった選手もいます。今回はその後者である結果を残せなかった選手にフォーカスを当てていきたいと思います。オリックス・バファローズ、渡辺大輝、前ヤクルト。俊足が持ち味の右打ち外野手。前所属の東京ヤクルトスワローズでは、21年に守備固めや代走を中心に94試合に出場し、チームの日本一に貢献した渡辺。22年には徐々に新人の丸山和也にその役割を奪われ、現役ドラフトでオリックスバファローズへの移籍となりました。オープン戦では打率1割6分7厘とアピールできず、年間通じて2軍での調整となりました。今季2軍では48試合に出場し、打率2割1分1厘、2本、12打点と低調な成績に終わりました。試合数に対して100打席未満という数字からも、スタメンでも途中交代または途中出場が多く、2軍のフィールドにおいてもコアメンバーになりきれなかったことがうかがえます。その一方、打率に対する出塁率の高さには目を見張るものがありますが、1軍では1試合の出場にとどまり、ノーヒットに終わった今季、10月5日早々に戦力外通告を受けました。福岡ソフトバンクホークス、古川優里、前日本ハム。楽天、巨人、日本ハム、ソフトバンクという経歴を10年で作った、最速153キロのストレートが武器の流浪の右腕。昨年トライアウトを経て日本ハムが育成で獲得し、22年の開幕前には支配下登録され、34試合に登板したものの、防御率 4.08 と投高打低傾向にある昨今のパリーグを鑑みると少し厳しい数字となり、オフに現役ドラフトにかけられ、ソフトバンクに移籍することになりました。4球団目となるソフトバンクでは開幕1軍入りを果たしたものの、4月5月とそれぞれ4試合の登板にとどまり、登板シチュエーションは敗戦処理が中心となりました。1軍での登板は9試合、防御率 4.50 の成績に終わった一方で、2軍では34試合に登板し、2勝3セーブ、防御率 1.43 と好成績を記録していたものの、10月22日、来季の支配下契約を結ばないことが通達された古川。5球団目の契約はあるのか注目です。西武ライオンズ、陽川直政、前阪神。2018年には75試合に出場し、6本48点をマークした中距離打者。この年の成績が現時点ではピークとなっており、前年は45試合に出場していましたが、渡辺亮、高濱優斗ら中堅の強打が持ち味の選手が相次いで阪神に移籍してきたこともあり、現役ドラフトで西武ライオンズへの移籍となりました。今季は1軍で9試合に出場し、打率1割6分7厘、1本と不完全燃焼のシーズンとなりました。一方、2軍では89試合に出場し、打率2割6分4厘、9本、53打点と、18年さながらのクラッチヒッターぶりを見せました。主力選手の山川穂高が諸事情でチームから抜けた今シーズンですが、残念ながらファーストの定位置確保とはならず、山川の動向は流動的ですが、仮に移籍となれば年齢を考えても来シーズンがラストチャンスとなりそうです。もちろん陽川もしかりで、来季の契約に関してはボーダー上に位置している印象を受けます。東北楽天ゴールデンイーグルス、庄水優也、前広島。
広島2018年ドラフト6位の当たれば大きいスラッガー。広島時代から2軍では毎年好成績を残しており、今年も打率2割8分7本53打点105試合と主力になっているものの、2軍の帝王はそろそろ卒業したいところ。強いて言えば走塁守備は外野手として平均的であるため、もう少し突出した成績をバッティングで残すのが一軍昇格の道でしょうか。楽天の外野陣はベテラン揃いなので、世代交代の波に乗れるかどうか、来季に注目です。千葉ロッテマリーンズ、大下誠一郎、前オリックス。ベンチでの声の大きさでオリックスファンに親しまれた大下。成績以上の存在感でオリックスの優勝に貢献しました。現役ドラフトでロッテに移籍となった今季は、1軍で23試合に出場し、打率2割2分7厘、1本2点と、昨年よりは出番を増やしたものの、まだ本領発揮とは言い切れないところ。シーズン終了後に自身のインスタグラムにおいて、ロッテに移籍し世界一の応援をしていただき、初打席の時の歓声は一生忘れませんとし、来シーズンさらにレベルアップした姿を見せれるように、このオフしっかり追い込みたいと思いますと宣言し、ハッシュタグ打倒オリックスのタグ付けをした大下。また今年7月には2軍戦で急増捕手として先発するなど、意外な起用法にも応えました。来季の飛躍に期待したいところです。北海道日本ハムファイターズ、松岡浩希、前西武。西武19年ドラフト3位、21年に5試合に登板したものの、防御率 11.25 と低迷し、9月中旬には右肘の手術を行い、22年オフに現役ドラフトにかかり、日本ハムへ移籍しました。移籍初年度となる今シーズンは1軍登板の機会はありませんでしたが、2軍では23試合に登板し、防御率 4.81、 2勝6敗の成績。これまでほとんどリリーフ専門でしたが、先発での起用が増え、イニングは86回を数えました。課題としている制球面も、9イニングで何個フォアボールを出したかという指標 BB9 において、昨年は 5.32 という数字でしたが、今年は 3.77 と大きく改善。まだ23歳と若いだけに、これからの投手と言えそうです。今年の春季キャンプでは、新庄監督から、修正したら必ず一軍で活躍してくれる選手と評価されていた松岡。新庄体制が3年目となり、ラストイヤーとも噂される来年こそ、一軍登板の機会を作ってアピールしたいところです。東京ヤクルトスワローズ、成田かける、前ロッテ。ロッテ2015年ドラフト3位、秋田県勢を20年ぶりの甲子園ベスト8に導いた秋田商業のエース。ここ2年は2軍で防御率 2.27、1.82 と少ないイニング数ながらも高騰していましたが、比較的厚いロッテのリリーフ陣に阻まれ、他球団での可能性に欠けたか、現役ドラフトに出されました。毎年投手陣に苦しむ傾向にあるヤクルトが獲得し、当初から2軍で試した後に1軍にという算段を立てていたようですが、今年は2軍での防御率が 5.15 と悪化。1軍での登板機会も一応あったものの、3試合で防御率 5.40 と評価の難しい数字に終わり、今年オフに戦力外となりました。人気のある選手だけに惜しまれた戦力外通告。今オフ獲得に動く球団は果たしてあるのでしょうか。横浜 DeNA ベイスターズ、笠原翔太郎、前中日。中日2016年ドラフト4位、1年目から18試合に登板し、1勝3敗、防御率 3.14 とまずまずの成績を残しました。2年目には開幕ローテーション入りし、日米野球2018においては日本代表侍ジャパンのメンバーとしても選出された笠原。
翌年には開幕投手を務めるなど順調な歩みを見せていましたが、20年に故障があって以降は低迷。22年には5回1失点で3年ぶりに勝利投手に輝きましたが、4試合に先発し防御率 5.29 と振るわずに現役ドラフトにかかり、同リーグの横浜に移籍しました。オープン戦では2試合に登板し1勝防御率 1.80 とアピールに成功。4月2日阪神戦で先発するも3回3失点3四死球と不安定なピッチングを見せて以降、2軍で調整することとなりました。その2軍では防御率 3.31、 4勝とまずまずのピッチングを見せましたが、何せ先発左腕の多い横浜でアピールするチャンスは与えられず、1軍では2登板にとどまり、1年限りでの戦力外通告となりました。現役ドラフトで活躍できなかった選手たちをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。移籍直後1年で戦力外通告された選手が多く、厳しいですね。今年のドラフトが豊作で枠を開けなければならなかったことが影響していそうです。現役ドラフトの指名下位で入った選手は、そもそも欲しかった選手でなかった可能性が高く、すぐに活躍しないとチャンスすら与えられにくいってことですね。戦力外になり、一旦独立リーグや社会人野球に移る選手がいるでしょうけど、ソフトバンク藤井康也投手のように返り咲く選手が出るといいですね。現役ドラフトについてご意見やメッセージがありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。次回もまた面白い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいませ。